私は何事もやりきれないことが弱点です。思考や行動を厳しく律するコツを教えてください。厳しく律しないとできないぐらいだったら、多分ね、無理なのよ。はい。厳しく律しなくてもできることを続けてください。ね。厳しく律しないとできないみたいな苦行を毎日続けるほど人は強くないので、俺は毎晩毎晩トレーニングとか勉強してるけど、厳しく律しなくてもそんぐらいのことできるからやってるんですよ。うん。だけど毎晩一冊本読めって言われたら、自分を厳しく律しないと多分無理。俺そんなに本読むの好きじゃないし、うん、字数多い上に手に入る知識さほどでもなかったりすることが多いから、本読むのは苦行なんだけど、だからあんまり人が書いた本最近はもう読まないけど、昔の古典みたいな本を読むのはまだ楽しいんだけど、最近のビジネス論みたいな本はあんま読まないので、そういうのを毎晩読めて言ったら苦行でやめちゃうと思うんですよ。だからその自分を厳しく律しないとできないような苦行を選ばないっていう、僕はね。だからもう体は強いし、足も速いし、まあ、知識もいろいろついてきたが、勉強とかも楽しくなってきてるから、それを日課にしてるだけで、日課にしたら世の中で役立つ能力が身につく上に苦行にならないことを選べばいいんじゃないですかね。